こんばんは、平山茂です。今日は10月26日の月曜日。改めまして、今日も見てくれてありがとうございます。いや、月曜日ですよ。どうでしたか？大丈夫だったでしょうね。今日はどんな一日だったんですか？楽しかったですか？面白いことはありましたか？たくさん人とおしゃべりしましたか？足くじきませんでしたか？足くじいたりしてないですか？脱臼とかしてないですか？大丈夫だよ。大丈夫。君は大丈夫だ。何の心配もいらない。大丈夫。最近うちの近くのね、セブンイレブンにポテトチップスがないんだよ。僕はね、ポテトチップスが大好きなの。今日は違うセブンイレブンで買ってきたよ。大丈夫。美味しいよ。よかったら。大丈夫だからね。今日は月曜日。まあもうすぐ日は変わっちゃうけど、本当によく皆さん一日過ごしました。お疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。また週末ね、いい週末を迎えてほしいよね。休みって本当好き。明日は火曜日です。もう火曜日、もう火曜日。まあとにかく大丈夫、大丈夫だよ。大丈夫。君は大丈夫だ。君もあなたも大丈夫。本当に大丈夫だから。大丈夫ですよ。大丈夫、大丈夫。うん。ではまた明日、また明日会いましょう。それではさようなら。